はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時ですね。1月24日月曜日でございまして、週明けたのに私のところには電話もかかってこないしメールも来ないですね。まったりとしております。月曜日の午後ですね。さて、今日は株式、日経平均戻してますね。今69円、マイナス69円まで戻しましたね。50円台まで戻しましたけどね。ドル円は113。すみません。さて、行きましょう。ロイター、中国の宇宙。宇宙ってあの、うさぎの八重洲の数で、三髄がついた数なんですけども、これは優柔と読むそうですね。北京語でしょうかね、優柔。集団、優柔グループホールディングスっていうふうに英語ではなってますけど、不動産屋です。中国の宇宙集団、債権者の8割が債権交換を応じる、残りは返済不能もと。これはロイタースタッフによってですね、今日の10時43分午前ですから、まあ2時間ちょい前ですね。で短い記事なんで読んでしまいますとこうですね。中国の不動産開発会社宇宙集団は24日1月中に満期を迎えるドル建て社債の償還期限延長に向けた債権交換に債権者の 82% が応じたのを受け、残る債権者については返済を保証できないと表明したと。前はもう一度言いましょうか。25日が満期の米ドル建て債のうち、締め切り日までに償還延期に応じなかった債権者が保有する1億490万ドル分は返済できないとの声明を出した。つまりデフォルトですね。1億ドルというのはですね、116億円ぐらいですかね。ただ償還延期に応じなかった債権者に再び提案を行うための手続きを進めており、積極的な対話を継続する考えだと説明したというふうになってはいますね。はい。ブルームバーグでもですね、似たような記事が出てまして、中国不動産開発宇宙、ドル建て債2本の償還を行わずデフォルト自由と。これも短いから読んでしまい、まあ読みましょうか。中国の不動産開発会社宇宙集団は24日、今週償還を迎えるドル建て債2本に関する支払いを行わないことを明らかにし、デフォルト自由に相当すると説明した。デフォルト自由に相当するってどういうことだよ。デフォルトだよ、それ。デフォルト以外何があんねんって話ですね。同社は今月これらの社債と新発債との交換を投資家に提案。投資家側は保有分の大半について交換に応じた。宇宙の統計によれば、残る元本総額1億490万ドル、約120億円の保有分をめぐり、宇宙は支払いを行わず、今週中に交換案を再提示する方針。まあ、みたいなものですね。この宇宙集団という、不動産会社がですね、ドル建てで発行した債権の償還っていうのは、返すという方とか、元本も全部返すという期日があったんですけども、それに関して宇宙集団は繰り延べにしてよと。つまり、あとまあ何年か後に全部返すから、どうはですね、返還、償還期日を伸ばしてくれと。いうふうに呼びかけたらですね、8割強が、分かった、そんなそうしたるわって。当然その間の利子も支払うわけですけども、そのうちその10何%ですね、2割近くがですね、いやいやそんなんって言うたわけですね。で、それに関してはデフォルト、払えへんということになる、デフォルトと同じですよということになってるわけですね。でも完全なデフォルトにしたわけではなくて、これから話し合うという、まあ、ようわからん、なんとも曖昧な、
日本の場合ね、まあ債権社債とかではなくて手形倒産が多いんですけど、手形の期日に支払えなければもうそれはもう不当たりになります。で、不当たり2回出したら銀行取引停止というのはルールですから、もうそれは容赦ないわけですね。でもどうやら中国の場合はドル建ての債券の償還がデフォルトになってもですね、不当たりにはならない、不当たりというか倒産にはならないんですね。また会社ずっと存続してるわけです。ようわからん倒産ルールですね。で、今回のこの大騒動、去年の暮れからの大騒動で分かったんですけども、中国ってのは倒産ルールがどうも我々とは全く違うわけであって、その破産宣告とかそういう制度はないんですね。で、資産の保全という制度もやってる感じはしませんし、要は返したい借金だけは返してその他は返さんでも OK みたいな、そういうことになってるみたいですね。ようわからん倒産ルールですね。で、明快にここで見えるのはですね、ドル建て債権は払わんと。要はドル建ての社債はですね、払わんと。でも人民元だったら優先して払うということで、それかなり恣意的、要は自分勝手なやり方ですね。で、それもどうやら当局がですね、指導しているようでございます。人民元建ての特に理財商品に関しては優先的に召喚しているという感じがしますね。いろんなニュースを見ていますと。どういうことかと言いますと、不動産会社というのはですね、日本もそうですけど、土地を買う、そこに物を建てるっていう時にですね、自分の持ってる現金を使うということはですね、まあたまにはあるんでしょうけど、めったになくって、大体銀行融資を受けるわけですね。で、銀行融資がですね、こう回らないから彼らはですね、どういうの、銀行融資だけでは足りなくなるんで、理財商品という、まあ、個人向け社債みたいなのを発行するわけですよ。で、それをこう一般人に買わせるわけですね。すごい高利回りなわけです。25% とかでザラにあるそうです、ね、利回りがね。で、個人はわーって銀行に預けたって 2% ぐらいしか利子がつかないんで、理財商品買うといったら 25% やんとかで 20% やんとかで買うわけですよ。で、恒大なんていう集団はそれを社員に買わせたわけですね。お前ら買えっつって。で、そうやって開発して、例えばマンションを建て、土地を買って、マンションを建てて、理財商品とか売りまくって集めた金で、マンションを建てて売ったらですね、まあ倍以上の利益が出るわけですね。100億円かけたマンションを全部売れたら200億入ってくるとか、まあそういう感覚です。そしたら、理財商品を返して、お、25% やな、利子やるわとかやって返してもですね、全然事業は OK なわけです。で、それで行けつってやってたわけですよ。じゃん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 。で、ドル建て債券っていうのは利率が低いんですね。で、それでも 5% とか 6% と言われてますけども、中国国内で利害商品を回すよりもドル建てで調達した方が、まあ、安い、金利が安い。だからどんどんドル建ても出したわけですね。ところがこう回らなくなったと。もう事業は回らなくなってマンションも売れへんしと、の時に借金を全部返さなあかんのですけども、返す順番をですね、ドル建てはちょっとデフォルト、理財商品は、ね、返すってやったら、こういうことは日本では不可能です。全部ピシャッと切られます。裁判所が選任した破産管財の弁護士がやってきて、入って全部の支払いを止めて、で、一体いくら金が残ってるのかというのを、あるいは資産が残ってるのかということを精査して、で、じゃあ全体的に何パー償還しますっていうやり方をする、日本はね。ところが中国は当局が入ってきても、これは解散でって、これまずこっち返せとかで、そうやってるわけですよ。これは解散でって大概ドル建てなんですよ。で、人民元建ての理財商品を優先的に召喚してですね、その次に人民元建てのですね、銀行融資を召喚して、で、ドル建てはほっとけっていう、そういう世界ですね。これしかしね、この、まあ、これはロイターを貼っときますけど、こういうやり方をしてると、今後中国の企業が発行するドル建て債券っていうのはですね、ものすごいハイリスクということになりますね。で、会社が左前になったら真っ先にデフォルトになるという債券になるんで、多分ですね、ものすごい高利回りになります。ドル建て債券なんでね、アメリカのドルの長期金利をベースにして決めてたんですよ、利回りを。
でそこでその各企業の、ここは優良企業やからいくらみたいな、ね、決め方してる、ここはちょっと危ないからいくらみたいな、それがですね、その中国企業のドル建て債券を今後出そうとしたらというか今ほとんど出てませんけども、新たにはね出そうとしたらものすごいハイリスクになって、プラス 10% ぐらいのですね利回りにならないと発行できないみたいなことになるんではないかなと。いや、それが自由主義経済のルールですから当たり前ですけども、そのことを多分ね連中は分かってない。そのドル建て債券を後回しにせえって言うてるのは当局なんですよ、共産党なんですよ。で そういうこう西側の自由主義経済の社会って信用構造に成り立ってるわけであって、それをやってしまうとお前らなっていうなるのをですね全く分かってないんちゃうかなと。だからドル建ては最劣後、一番最後、つまりもうほぼ返してもらえない。ほんでこの後ろ集団っていうのは、そのドル建てを2年か1年か知らないけど繰り止めにしてくれと。ほんで8割が応じたけども残りは応じていないと。残り2割は今はデフォルト相当やけども今後はって話し合おうやとか言ってるわけですね。むちゃくちゃあるなんていうかこうご都合主義ですね。今後ですねこうやって中国のデフォルトっていうのは進んでいくんですけども、いかにそうルールの違う国かというのがクローズアップされるのではないでしょうかね。それは中国の国全体の信用をですねどんどん毀損していくような気がします。このロイターのページ貼っておきますんで、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございました。